こちらのユニットですね、はい、これマルチキャンドルスタンドっていう、はい、もうあらゆるろうそくが置けるユニットっていう。ランさんっていうあのろうそくの、はい、その彼女と展覧会で一緒になった時に、あ、ほら、ね、そう、彼女がろうそくの作家で一緒に展示したので、うん、ろうそくと電子楽器で何かコラボレーションができないかって言った時に、はい、急遽作ったのがこのマルチキャンドルスタンドっていうもので、でこちら、この上にですね、こう耐熱皿を置いて、はい、ここにろうそくを置くっていうことですね。こう滑っちゃうので滑らないにゴムのシートを貼りたいなと思ったんです、はい、でもほら温度が怖いですよね。 そうだよ。そこで考えた、実はこれシリコンなんですね、耐熱シリコンの、はい、ですからあのこれはですね、でこれは耐熱皿ってやつですね、理科の実験機、はい、だからこれは神田にあります高野理科ガラスという有名なあの理科の実験器具を小売りしてくれるお店があるんですよ。それでこの耐熱皿を買ってこれを固定するために、これはですね、あの無印良品のシリコン調理器具の、はいはい、そこを切り抜いて貼り付けたんですね。でこれが高志のケースじゃないですか。はい、まあ非常にこう、まあこういうのをなんていうかってもシュールレアリズムっていうですよね。あ、出会わないものが出会う。出会うですね。これをこう置いて、ここにあのランさんが作ったろうそくを、ここは皆さんね、あの怒んないでくださいね、ここからは僕ネタなんで、みんな頭を柔らかくして見てください。もう電気も音も関係ない領域に入ってます。僕ここが今日の山場なんですよ。皆さんに温かく見守ってほしいですね。でこうロー、これランさんが作ったろうそくですけども、かわいい、まあ、かわいいですね、このろうそく。これこう置いて、火をつけると、はい、ろうそくがこう溶けて、ね、楽しめる。でこの光を光センサーとかで拾って音に変調するということをやっていました。これを作って勢いづきましてね、はい、もうこれもうすごく応用範囲の広いユニットだっていうことを思ったんですね、はい、そこで次に考えていたのが、お香が炊けるっていうことに気づいたんですね。気づいたんですね。気づいたんですね。これこう、こうすればほら、あ、はい、ね、ここにつければお香が炊けるっていう。それでまあ、こうやってね見るとこう単純置いてるだけに見えるでしょ。単純置いてるだけに見えますけどね。ここに気づくのが大きな飛躍があるわけですよ。こういうのコロンブスの卵みたいな、ね、アームストロング船長が言ってたでしょ、こうただの一本に過ぎないけど、シーベに大きな一本、そうそうそういうことなんだから、アポロまで来た。それで、はい、それでですね、他にもあのね、あの、まあ、戦国伝承の何を風呂戦っていうところプロがしゃべるんだよね。これはね結構大きいんですけど、あとほらスティックタイプのものの場合はね、これ可愛いゾウさんこう置いていただくと、あ、そうだね、これゾウさんこう背中にこう立てるようになってるんで、はい、お風呂がスティックタイプですね、はい、こう長いよね。やっぱ温かく守ってくださいね、はい、で例えば他にはですね、やっぱこういうものできるじゃないか。大ネタってこれ。大ネタですよ、ね。例えば、こうすることで、あの、アロマオイルもね、これ。おぉ。それで、あの、ここまで来たら、なんかポンティとかできて。まあ、この下にほら、ろうそくこう置いてね。ああ、はいはいはい、はい、あっためてね。鍋とかも、そうですね、はい、でこうすれば、でもまあ、あと他にもこれで、アロマキャンドルもいけるわけですね。アロマキャンドルドーンちょっとキャンドル順レベルまで、ね、はい、であとこれです、今日できないですけど、あと、まあ、こういうものも可能ですね、これで押せば、まあね、これだから野外でライブとか、ね、そう、野外でライブ絶対これ一緒です、ね、今日やらないんですけど、じゃあもうレインやってる人とか ね、そうですね、これ指輪さんのこれ一緒ですね、はいはい、それからですね、思いついたのが剣山、あでこれでいわゆる生け花ができる審査員なの。これいいじゃない。まだいっぱい小道具あるよ。いや、まだありますよ、まだありますよ、
あとはまあね、まあ、あの要するにほら人生やってるとあんまりモテないじゃないですか。やっぱりこう女子のハートをつかまないと思って。女子のハートをつかまない。その前にこっちですね。ああ。カゴでこれさくらんぼとか置いたりとか。もういいじゃないですか。で、あとこのちょっと可愛いミルクタンク置いたりとか。女子のなんかこれ、ハイスしか来ない。お茶飲んだりとかね、これで。お茶飲んだりとか。これちょっと中国茶だね。そうそうそう、ね。で、最後はやっぱこれです。これあのトントン相撲ね、これ。ああ。これで、よし。これアントラ。僕ね、アントラすごい好きで、こんなもんですか。ということで、マルチキャンドルスタンドで、ぜひあの皆さんもね、あの新しい使い方を思いついたら、投稿していただければ。あ、このオフカハガキを送って。オフカハガキ送っていただければ。助かります。博士からお返事がいきます。ありがとうございました。マルチキャンドルスタンド76番です。はい、ありがとうございます。